温暖な気候と豊かな自然、そしてまるで江戸時代にタイムスリップしたかのような情緒あふれる街並みが広がる竹原市。実はそんな竹原市には風景だけじゃなく魅力がたくさん。この動画では竹原のおすすめ体験スポットをご紹介していきますよ。皆さんこんにちは。こんにちは。今日は私たち2人が皆様に竹原の魅力を知っていただき、実際に遊びに来ていただきたいという思いを込めて竹原の体験スポットをご紹介していきます。ところで真帆ちゃん、今回はどんなことするんかね。今日は塩作りをしようと思います。の竹原市は塩作りで栄えた町やもんね。さすがサバちゃん。今でも伝統的な方法で塩作りをしてる場所があって、塩作り体験ができるんだって。やったことないけん楽しみじゃ。早速行ってみよう。行ってみよう。2人がやってきたのは伝統的な製法で塩作り体験ができる塩作り工房。江戸時代よりおよそ300年間塩作りで栄えた竹原市。昭和35年の塩田整備法により塩田は廃止となっていましたが、平成15年に伝統の塩作りをここに再現しました。わーすごいね。すごいですね。大きい、はい、そうですね。なんかわかります？全然わからないです。これはね、流化式塩田といって、試浄化という装置なんですけどね、風の力と太陽の力、それでだんだんとあの蒸発させていって海水の濃度を高めてるんです。塩田のね、最後の10年ぐらい使われてた装置なんですけどもね。はい、それ今日塩作り体験できるできます。釜炊きとかね、そういうね、やったー。じゃあ早速やってみましょう。はい、どうぞ。ということで早速体験。今回2人が行ったのは攪拌作業。この作業を続けることで固まっていた塩が分裂し、きめ細やかな塩に仕上がるとのことなんです。お、なんかザラザラするね。なんかするね、重たい感じが、下の方に塩が溜まってる感じがする。初めて。気持ちいいね、なんかねそんなことできんよね、普段は。ほんまになんかさっきよりさ、ね、ちょっとなんかね、クリーム状になってる。ね、重くなった。その後も余計な水分がなくなるまでかき混ぜ続けると、今これどういう状態ですか？そうですね、今もう塩の花が咲いた状態です。花に見えませんかね。こういうのがね、ブツブツブツ、なってね、あの 塩が塊ができて、だからですね、最終工程だから、昔の人は塩の花が咲いたと、そしたらもう塩ができたような段階だということですね。はい。ここで製作途中の塩を食べさせてもらいました。濃い、でもしょっぱすぎず、ちょっと後味は苦いです、いろんな成分がまだたくさん含まれている状態だから、また今度出来上がったらまたちょっと違いを比べてみてもらって、はい。出来上がったものを遠心分離機にかけることで、少し茶色がかった塩が真っ白に。製作途中との味の違いは、酸っぱいしょっぱい、美味しい、美味しいです、遠心分離機にかける前に比べたらね、薄くなって、塩本来、おにぎりにしたい、きゅうりにも美味しそうだね、かけて、参加者には体験後、出来たての自分たちが作った塩がプレゼントされます。あのオリジナリティのあるあの塩作りなので、ぜひ竹原の歴史とね、塩の歴史と、そしてこの体験とね、合わせて竹原を楽しんでもらって、どんどんこういうのをね、あの体験してもらったらいいかなと思いますので、ぜひこれからね、いろんな人たちに来てもらったらありがたいかなと思います、今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。皆さんも伝統的な製法の塩作り、ぜひ体験しにお越しください。詳しくは広島竹原観光ナビを検索。